とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周張り切っていきましょう。防具がほんと出てきてくれないので、今日の3回で防具は出てきてくれるのでしょうか。行ってみましょう。さあ、それでは一発目です。やっぱりね、愛のメダルよりも森の矢筒の方が使えるね。森の矢筒むちゃくちゃ強い。うん、確かね、3回出てくる、4回かな、4回ぐらい出てくる。なんでそのうちのまあ2つぐらい、まあ、一番最後のはもう確実に取った方がいいね。これを取っていけば断然早くクリアできる。めちゃくちゃおすすめ、森の矢筒間違いなく強いから。ここまでね、火力が変わるってなると、あ、やべ、すごいよね。じゃあもう終わりだ。じゃあ今回は貫通がついてたのか。なるほどね。はい、ではどうでしょう。最近ほんと防具が出ない、まあ出たとしてもノーマルで、さらにクールダウンがついてないってやつなんで、頼みます。イカもしくは影のクールダウン、雷フォーカスいらんから頼むよ。しょぼしょぼしょぼすぎる、ひどすぎる。まあ、スポンジストライカーはさ、これワンパンで倒していくやつだから攻撃力とか別に必要じゃないんだよね。なんだ、まあまあまあ、輝き、霊気に爆発かで使っていけるっちゃ使っていけるね。カウンターとして攻撃をもらって跳ね返す感じで使っていけばいけるか。うん、まあ爆発と輝きは悪くはない。うん、まあスポンジストライカーにしときましょう。それでは2周目です。多分ね、出る報酬のパワーが2か3多いと思う。うん、なんかね、分かった。このパワーの上げ方、裏技っていうのが分かったよ。でも確定じゃない、一回ここクリアしてみないと分かんないんだけども、パワーの上げ方が分かったと思う。うん、でもただね、これめんどくさいわ、できたとしても。うん、でもまあ確実にパワーは上がりそう。でもね、上がってもね、上がりすぎても面白くないのよね、おそらく。逆に飽きてきそうなんで、この裏技はどうなんだろうねと思う。まあ成功したらね、成功したら、なんか成功する気はするんだけど。 OK、 うん、なんかね、分かったんだよな。ちょっと見てみるね。クリア報酬、266とかが出るかな。ほら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 、まあ、全部しょぼいけどさ全部しょぼかったんだけど、わかった、裏技のやり方、これわかったわ。うん、ただめんどくさいんだよな。まあ、今度ちょっと動画で説明します。うん、でもこれやりすぎるとバランス崩れる。うん、やらない方が俺はいいかなと思います。だってね、怒りのパワーがさ、263でだいたい300万なのよ。それが380万だよ急に上がる。そうかそうか。まあ、とりあえず今回の報酬は、まあ、全部いらないんだけども、まあまあまあ、全部黄金か、売るしかないな。はい、まあまあ、とりあえず取ってから売りますね。それでは3周目来ました。今回もボスを1体多く倒してます。もう完璧だわ、もう完璧分かった。うん、パワーの上げ方が完璧に分かった。
でもただこれね、バグ技なんで、できれば使ってほしくないというか修正してほしいところだね。実際これやっちゃうと本当にね面白くなくなると思う。パワーが変に上がりすぎてると難易度がねやっぱだだ下がりになるんで面白くなくなるんだよね。飽きが早く来るんでやめた方がいいよね。まあ多分マルチとかでは使うと報告とか行くんじゃない？まあとりあえず今度説明します。3回目クリアです。頼むよ。あ、違うわ。これパワー上げてクリアしてるわ。だよね、ほら266。もう間違いない。やり方も分かった。まあまあまあ、クールダウンがついてませんね。フロストバイトあたり入手して、これを売っときましょうか。これは使えないね。それではタワー3周クリアしました。今日出た装備ですけどもこれですね。フロストバイト266。まあクールダウンがついてないしどのみち266なので、これは捨てます、売ります。ともう2つこれだね。あ、もうこれも同じく266です。まあクールダウンついてたとしてもまあ捨ててたね、いらないかな。で、スポンジストライカーの263。まあ、スポンジストライカーに攻撃力は別に必要じゃないので、そうね、お供え物にするか、欲しい人にあげるかします。まあ、とりあえずここら辺は、いらないので、打っときましょう。はい。では、次の動画ぐらいで、このパワーの上げ方っていうのを、一応説明します。まあ、説明したところで、これおすすめはしません。おすすめしないっていうか、実際危ないと思います。なので、一応こういうこともあるよっていう、注意喚起だと思って、やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。